はい、今日は、新社会人やシニア向けの、シニア向けって今更なんですけど、もうすでに持ってる人は持ってるなんだけど、逆にシニアだからこそついもう忘れちゃってるとかどうでもいいっていう 方々がいらっしゃるかと思うんで、そういう方々のためのまあなんつうか身だしなみグッズって言いますかね、道具っつうか、そういうものをちょっと紹介してみたいと思ってます。まあいいなと思ってますんでね。でまあ一人暮らしの人はなんかはね、まああっていいかななんていうふうに思ったりしてます。家族がいればね、手伝ってもらうっていうことできるけど、一人暮らしの人だとね、やっぱりグッズがあった方がいいかなと、このように思ってます。でまず一つ目、これですね。メガネかけてる人用ですけど、これはこれ綺麗好きっていうことなんですけど、これメガネ屋さんで買ったんですけど、でこれっつうのは要するによくメガネ屋さんであるかと思うんですけど、こうやってここに水入れますね。ここに水入れてメガネをここに落とすと、こういうのにこう入れてね、まああるいはアクセサリーなんかをね、汚れてるやつとかね、場合によってはシェーバーなんか洗ってもいいし、まあそういうようなグッズです。いや確かこれ3分ぐらいだったかと思いますんでね、やるとメガネの小さいところホコリが、例えばこのメガネでいくと、この小さいところには縁のところにゴミとか溜まってきますけど、それがきれいに取れるというような代物です。で腕時計なんかもいいかもしれないですね。腕時計のなんつうの、腕に巻く部分ね、ああいうのはね意外といいかなと思ってます。で続いて、これはあれですね、鼻毛カッターですね。これはねやっぱりあっていいと思いますね。まあこれ単純に鼻の穴に突っ込んで、でビーンってやってやるだけですね。だから非常に簡単明瞭でいいなと思ってます。で鼻毛カッターで取れない場合はやっぱこれですね。最終的には鼻毛バサミですね。先っぽが丸くなってるからね、これやるとやっぱりいいですよね。ということでこの鼻毛関係ですね。続いてこれ、これは眉シェーバーキット、これはパナソニックですけど、まあね眉毛っていうのはね、なかなか一番いいのはね、やってもらうのは一番いいんですけど、一人暮らしの人なんかなかなかしんどいっていうかね、まあ結構急な人はねやることできると思うんですけど、例えばねハサミでねやることもできますけど、ちょっと僕なんかはねどちらかするとあんまり器用じゃない方なんで、でこれでこういう感じで眉毛をカットしたり、こういうものでねこれで整えたりするわけですね。これでこうやってやると、これでビーってやると眉毛が整えていくっていう代物ですね。これは本当にあっていいなと思いますね。でそれでもねやっぱりねもうちょっと丁寧にやりたいっていう場合は、あとねやっぱり手ですよね。これ眉毛のハサミですね、とかあるいはこういうやつですね、こういうやつになりますね。こちらはマンダム製ですか。こちらはグリーンベルというところですか、のものですね。で、こちらが串付き眉バサミ、こちらですね。こちらは貝印刃物ですね、貝印ですね。まあこういう感じですね、やっぱり。みんな形は似てますよね。これはまあ違いますけどね。これは貝印のやつはハサミになってます。こういうようなハサミ。串と毛抜きみたいなやつですね。こっちはもうこう一体型になってますね。
で、こちらも一体型ですね。で、あとは耳毛、産毛、シェーバーですね。これはアイメディアっていうところですけど、これ結構ね、いいなと思いましたね。特にね、まだ若い人はまだないかもしれないけど、年いってる人ね、おじいちゃんとかが多いと思うんですけど、シニアの方、まだ中年ぐらいまであまりないと思うんですけど、若い人もないと思うんですけど、若い人はむしろ鼻毛の方がいいかなと思うんですけど、鼻毛カッターの方がいいけど、年いった人は逆にね、産毛シェーバー、耳毛シェーバー、特に床屋さんとかだとね、耳毛取ってくれるんだけど、1000円のところのカットをするところあると思うんですけど、ああいうところだとそこまでやりませんからね、頭洗うこともないしね、単純にカットだけなんで、そういうところだとやっぱどうしてもね、耳毛とか産毛が残っちゃう可能性あるんで、まあ若い人は若い人の場合は耳毛とか産毛ってあまり見ないと思うんだけど、年いってくるとね、よくおじいちゃんなんかね、耳毛生えてる人いるかと思うんで、そういう場合は結構ご家族なんかいた場合は気遣って言ってやるのもいいかもしれないなと思ってます。まあ他人だとね、ちょっと言いづらいっていうところありますからね、家族だって言いやすいからね。まあこれは一人暮らしの場合だったらこれがあると結構重宝になります。あとこちらですね、まあこれ一人暮らしの場合だとよく歯医者さんなんかありますよね、歯の中を見る鏡ね。まあこちらも同じような感じですね。こちらも同じような感じで、まあね、いろいろメーカー各社メーカーあるみたいです。今100均でもあるみたいなんでね、だからいちいちあれです。これはまあこういう感じで、これはまあなんつうの、これどここれもらったのかちょっと覚えてないんですけど、バイエルの日本歯科株式会社っていうところのものみたいですけどね。まあそういう感じのやつ。これはまあ正直言ってあまり使ってないですけど、ね、むしろこっちよりこっちの方を使ってますからね。で、あとはこれは前回説明前の動画でもやったけど、ブラシに、ブラシって髪の毛、だんだんついてきますよね。これやると、これはキャンドゥで買ったのかですけどね、ブラシが取れるという代物ですね。前動画にアップしましたんで、よかったら見ていただけたと思いまして、発売は清和プロっていうとこですね、株式会社。まあキャンドゥで買いましたけど、これ結構いいなと思って。まあめったにね、ブラシなんてそう簡単には毛がだんだんつくっていうのは時間かかってからだから、そう年がら年中使う代物じゃないですけど、まああると便利だなと。まあ100均ですからね、いいですよね。それであとはこちらですね、鏡。これは鏡ってあれですよ、このほら見ても分かる通りこういう感じなんですよ。ですから、これ何面、鏡のあるところ1、2、3、4つあるんですよ。だから自分の後ろ姿見たいとかそういう場合だったら、これだとすごいこういう感じだけどね、こういう感じで見れる。自分が見えないところを側面とか後ろとか見ることができますんで、この鏡があるといいですね。これはフォアミラーって言うんですか、書いてありますけどね、これ結構便利でした。以上そんなところになりますんで、あと続いてこちらはあれですね、電動の毛玉取りってやつですね。こういう感じになってます。で、これをここパカッと外すんですけど、こう外れました。こういう感じですね。中がこうなんていうの、こうやって取れるんで、ここの時に見えますかね、毛玉が、セーターなんかの毛玉がね、こうやってジーンってやると、これで、あ、今電池がなくなってんのか、こういう感じですね。でこれでまあここを外すと、歯があります。歯があります。まあこれ取れますけどね。で、これをこのままこうやってやると普通に
ここに毛玉が溜まってって、今電池がだいぶ、最近ね、あまり着るセーターもあまり着なくなったかもしれないんで、まあそういう感じですね。で、これこうやってやると、電動の毛玉取りですね。よかったら、これもいいかと思います。はい。今日はこれで、ご紹介ということになりました。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。はい、おしまいです。